石壁符は、北宗の祖職が、1082年、カラス大師案に係る流罪の地、甲州にあって作った前後二編の符。よって、全石壁符、五石壁符と分けて称せられることもある。三文的文章で書かれ、甲州城外の長江あたりにある赤花遺を、石壁の地を三国時代の古戦場に見立てて、書かれている。前編、前赤壁は、 甲州で三度目の秋を迎えた、元宝五年の七月の作である。友人と赤壁の下に船を浮かべて声優した時に、読んだとされる。祖地の詩風を取り入りつつ、祖食が得意とする造物を用い、問答形式で人として、世にあるべきことの深い喜びを語る。後編、五赤壁符は、前編に遅れること三ヶ月、冬十月の赤壁の夜夕を在としている。 前編とは異なり、勇気に似ている。天地と一体として存在していることに監督していることが読み取れる。この石壁符は、闘争や過分文,文章や、古文心だからなどに記載されている。祖職が石壁符を作った同時期、1082年7月の作に、年度強石壁解雇の詩が作られている。石壁符では、 自然という造物に対し人としての深い喜びや監督を抱いていたのに対し、年度強石壁解雇では石壁を目にした素織が戦場と化していた石壁の地の代わり様を綴り、また当時戦っていた周遊らを思いしたって読んだとされる。この詩も石壁府と並び有名である。ありがとうございます。